はいどうも皆さん、ドンザルーグです。来ました、ドンザルーグですよ。ドンザルーグ、あの選べるプレゼントキャンペーンっていうね、あのキャンペーンによってこのドンザルーグさんが実装になるということで、知ってますか皆さん、これよくご存知か。こんなカードは、あの昔のねカードでかなりね、やっとデュエルレンクスに実装されるってことなんですけども、相手ライフに戦闘ダメージを与えると、相手の手札をランダムに判定するか、相手のデッキの上からカードを2枚墓地を送るかっていう効果ですね。これ何に採用されているカードかっていうと、そう、04環境デッキなんですよ。04環境デッキっていう遊び方は皆さんご存知ですか？あの OCG には2004年当時の環境のカードしか使わない04環境っていう遊び方があって、これが死ぬほど面白いんですよ。これ東大の遊戯王サークルの方が作った遊び方というか、まあ、デッキというか、でその同じデッキでミラー戦するっていう対決なんですね。これを今回はデュエルリンクスでもやっていこうということで、ちょっとまだドンザルーグがゲットできたんですけども、ゲットできた体で話していきますけども、あのねデッキなんですけど、ちょっとですね足りないんですよね。2004年04環境デッキを組むにはデュエルリンクスに実装されていないカードがたくさんあって、結構心変わりとか、強奪とか、あと強引な蛮兵とか応酬とか、あと奈落な落とし穴とか、ああいうカード結構実装になってないカードがたくさんあって、ちょっとね組めないところあるんだけれども、そこはなんとか代用カードで代用して、でデュエルリンクスでも04環境みたいな遊び方をしたいということで、このデッキで今日はミラー戦をやっていくっていうことですね。相手してもらうのはうちのメンバーシップのメンバーになってますんで、まあ、こういう遊び方毎日なんかやってますんでね、毎日と毎週ぐらいやってるんで、なんか楽しい遊び方、遊戯王のね本来の遊び方をしたい方は、ぜひ竜の幹部会への登録をお待ちしております。で代用カードなんですけども、この辺とかはね、スケープゴートの代わりだったりとか、あと、心変わりとか強奪は無理なんで代用するのが。なんで、まあ、なんか、雑になんか除去カード入れました。雑に。で、リビングデッドの呼び声が欲しかったのがないので、なんで、深すぎた墓穴っていうね、このカード、これ相手もパクれるんで、これ10機のカードなんですけど、これ許してください。これだけ。これだけ許して。これ、リビングデッドの代わりです、一応。で、次元遊兵とかも、これも一応入ってないんだけど、04だと。ちょっとね、許して、この辺も。で、釣り天井は激流層の代わり、で、奈落な落とし穴の代わりが粘着落とし穴、で、なんか、ハンデスカードの代わりが呪われたしすぎです、これ。これちょっとな、微妙なんだけどな。まあ、こんな感じの、デッキになってまして、で、これがドンザルーグの代わりですね。はい。結構ね、やってみてもらえばわかるんですよ。まあ、動画見ていただければわかるんですけどね。超楽しいんですね。やっぱね、この頃の遊戯王がね、一番遊戯王してる感があるんですよね。今の、デュエルリンクスとか、まあ、OCG もそうだけど、やっぱカードパワーが高すぎちゃって、ゴリハを押し付けるっていうゲームになっちゃいがちなんですけど、じゃんけんみたいなね。これはね、このゲームはじゃんけんではないね。はい。というわけで、早速、デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。先行はもらったぜ。やばいぜ。俺とゲームをしようぜ。俺のターン。運命の罰ゲーム。運命の罰ゲーム言われた。これどないしよう。どうした？もう終わりなのか。セット。セット。難しいぜ。一旦俺はターンを終了した方がいいんじゃないか、これは。プレイングがわからないぜ。さあどうした、おじけづいたのか、一体何を企んでいる。ほうほう、物体が失われると燃えてくるぜ。ダーエンドだ。なに、お互い静かな立ち上がりのようだな。俺のターン、ドロー。なるほど、俺は黎明呪術師カイクカッコハゲを召喚。さあ、ああ粘着の落とし穴。誰、まあ本当はここあれなんですけど、奈落の落とし穴枠なんですけどね、ちょっとないのでデュエルリンクスにバトルフェーズに入るぜ。いけ、ハゲの攻撃、ライフル受け、ライ
ライフで受けるいいだろう。アートネイチャー、アートネイチャーパンチ、ターン終了。やばいぜやばいぜ、どうした、非常にやばいぜ、もう終わりなのか。やばいぜ。おっとどうしたどうしたどうした、そんなもんか。遊戯遊戯、まだゲームは始まったばかり。おっと弱いじゃねえか遊戯。どうした遊戯、俺のターン、ドロー。なるほど、俺はなるほどな、ちょっと待ってくれ、考えるから。900だろ。まあでもディスニードローはもうさせていいんじゃないか。い行くぜ、ブレイドナイトを召喚、バトルフェイズ。まずはハゲの攻撃、ライフル受ける。リーブ21パンチ、ディスニードローはさせないぜ。いいぜ。相棒、それはきついぞ。いいぞ、この900にしたのはプレイングミスなんじゃないか。実はディスプリドローがケアできるぜ。なに、あーやばいやつ来た、やばいの来た、やべーの来た、助けて。どっちだ、どっちを破壊するんだ、それとも破壊しないのか。どうした、終わりではねえわ、ターンエンドだな、焦るなよ。なんだと、怖くて殴れねえよ。行くぜ、ならずもの傭兵部隊を召喚。効果は使っておくべきだったんじゃないか。いやこれ使う、ならずもの傭兵部隊をの効果を発動、自身をリリースしてお前のモンスターは破壊させてもらうぜ。行くぜ、バトルフェイス、死ぬな、やばいな。行け、死ぬ死ぬ、ハゲの攻撃、ハゲの攻撃は受けるぜ。何？いけ、海空のモンスター効果発動、相手の魔導戦士ブレイカーは除外するぜ。これによってカオスソルジャーは出せないぜ。カオスソルジャーはデュエルリンクスには実装されていないけどな。ブレイドライトで攻撃、それはもう受けられないぜ。まあでしょうね。リアクティブアーマーいいだろう。ターンを終了するぜ。よし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 、ハゲ強いぞ、ハゲビート強い。いややばい、来たディスティルドロー。何選べばいいんだこれって。そう、何選べばいいかかなりむずいんですよディスティルドロー。これちょっとむずいな、これガチむずいですよね、これやばい。で後ろにだなんか控えてる可能性もあるから。そうなんですよ、でもバック除去したら突破できる盤面かと言われるとどうなんだっていう。そうですね、いやどうする。さあどうする、お前のターンだぜ、俺と対等に渡り合うとはな、褒めてやるぜ。およそ今のところ対等ではないがな。おじけづいたのか、これはこれは運命の罰ゲーム、見えたぜ、何が答えだ。なんだ、何を引いたんだ。一体何を企んでいるんだ。イグザリオンユニバースを召喚、なれなれ、そしてターンエンドだぜ、なれ。それはうまいぜ、俺のターン、行くぜ俺のターン、ドロー。やめてくれ、やめてくれ、光らないか、まずいぜ、このままと勝ち目がない。魔導戦士ブレイカーを召喚。やべ。引かんねえぜ。ちょっと何あんだっけ、あとリアクティブアーマーとかだっけ、なんかあるの。2枚ぐらい引いてる可能性はあるからな。これ1回リアクティブアーマー読みでそのカードは破壊させてもらうぜ。やばかったぜ。あぶねえ。あぶねえ。あぶねえぜ。天井が持ってかれたぜ。危ねえぜ、劇的に危ねえカードが入ってたぜ。これは守備表示でにした方がいいのか。いやでもあいつ貫通するけど、まあでも守備表示の方がいいな。一応これでターンを終了するぜ。よし、釣り天井を破壊させてもらったぜ。釣り天井はちなみに激流層の代わりです、これ。なるほど、油断したようだな。何、俺は最強モンスターを
アドバンス召喚。これで貴様のトラップは全て封じた。攻撃だ。サイコショックイエーイ。チキショーチキショー、怖かった。チキショードロー、やばいぜ。このままだと勝ち目はない。カードを1枚セット。あー、もし終了するぜ。あいつはトラップが一生使えないぞ。ここはアドを取りに。いやー、草がやばいんだよな。今のブラフ読みで普通に殴ったら勝てたぜ。危なかったぜ。地割れも発動。あー、強い。そしてフレイドライトを召喚。あ、強い。これ、あ、でも大丈夫か。自分の見てこれ以外のモンスターがだもんね。そうだよね。そうですね。大丈夫。あれが人食い虫ではないと信じ、そしてビンドロケアもしながら行かなきゃいけないから、サイコショッターで攻撃。何？貴様なかなかデュエルがうまいね。キラースネークだぜ、俺のセットカード。攻撃しないぜ。なに貴様、ディスティニードローを恐れているな。俺のターン、ドロー。キラースネークのモンスター効果を発動。これでキラースネークは回収させてもらったぜ。俺はこのままターンを終了するぜ。なに、ターンを終了だと。さあ来いよ闇遊戯。ビビってるのか、ビビってるのか。これはなんだ。ぶっ倒しがいのあるやつを見ると燃えてくるぜ。来いよ。ならばブレイドナイトを一体生贄にしてアドバンス。そしてセット。それは強いぜ。アーシャスでダイレクトアタック。そいつは受けるしかねえぜ。それは受けるぜ。よし、終焉の炎だ。あれ絶対終焉の炎だ。バレたか。終焉の炎だ。バレたか。モンスターの攻撃宣言時、終焉の炎を発動。これはスケープゴートのなんか代わりだぜ。よし、これで俺はディスティニードローで引いていけるカードは決まっている。ライトニングボルト。スキル発動。俺はもちろん引いていけるカードはこいつだ。このカードをディスティニードローさせてもらうぜ。そしてマジックカード、ライトニングボルテックスを発動。俺はキラースネークを捨てて、お前のモンスターを全て破壊させてもらうぜ。そしてカードを1枚セット。それで俺はターンを終了するぜ。よし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 、いいぞ。これはどうすればいい。これはあれなんですよね、黒煙トークン結構闇属性のモンスター以外のアドバンス召喚にはリリースできないっていうのが結構いいですよね。これスケープボードと似たような制約がつくんで意外といいですよね。これ壁にしかならんで、でもやるしかない。あー、いやー、いけ、カオスソーサラーを召喚。いやー、いやー、何かチェーンがあったな。やばい、除外されてしまう。僕の黒煙トークンが。これ何、いや、これ除、いや、もうとりあえず除外。まあ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 。まあ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 。殴っても除外しても同じですからね、モンスター処理できるのは。これもとりあえず、殴れないぜ。俺のターン、ドロー。やばいぜ。キラースネークのモンスター効果発動。キラースネークは帰ってくるぜ。やばいぜ。とてもやばいぜ。そして俺はカードを1枚セットしてターンを終了するぜ。さあ来いよ遊戯。ビビってんのか、俺のキラースネークに。
後ろが強すぎてやばいぜ後ろいっぱいありますからね私どうしたらいいかわからないぜとりあえず殴るぜリアクティブアーマーを発動お前のモンスターは破壊させてもらうぜくそーよし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 俺のターンドロー。なるほどな、なるほど、なかなか難しいカードが来るじゃねえか。カードを1枚セットしすぎなんだよな。そしてカードを1枚セットやばいぜ。反転召喚異次元の女戦士バトルやばい、それは許されないぜ。いやーくー、ターン終了するしかないぜ。ということはあいつはキラースネークだ。それはどうかな。しかも戦い方全然わかんねえや。この環境で遊戯王全然なんかあのルールちゃんとやってなかったから、サイクロンでミラーフォースを無効にしてるぜみたいなことしてたから俺。わかります、わかります、わかります。チェーン処理合ってねえからみたいな。そう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 、後出しじゃんけんじゃねえか。そうやべえ、俺のターンドロー。俺はモンスター1体をリリースし、アドバンス召喚エンジェルナイトパーシアスをアドバンス召喚するぜ。これはやばいぜ。バトルフェイズだ、行け。お前の守備表示モンスターには攻撃させてもらう。このモンスターは戦闘ダメージを与えた場合1枚カードをドローする効果を持っているぜ。どうする闇遊戯。何、あやったー、やったー、防御力が足らないぜ。局所してライトニングボルテックスしてワンキルとかいうヤバいデッキもあるからな。確かにゲームをしようぜ。デュエル、俺のターン。運命の罰ゲーム、運命の罰ゲーム。いやこれ初手出すのマジむずいな、マジむずい。とりあえずでもちょっと抹殺の人ケアで異次元の女選手を召喚するぜ。ああ、ちょっと一回ターンを終了するぜ。おドロー。異次元の女選手はそう簡単には突破できないはずだぜ。運命の罰ゲーム。何？俺はカードを2枚セットする。ああ強そうだな、強そうじゃねえか。これは雑にハンマーシュート。雑だな、雑だな、その除去カード、その除去カード雑すぎるだろ。雑だわこれ。いけ、ブレイドライト、ブレイドライトだ。ディードロ知ったことか、攻撃。つえ。俺は未来を信じる。結構きついな、でもそれそれやられんのめちゃくちゃきついな。俺のターン、いやもうスキル発動するしかねえわ。俺はこのカードにかける。これ何引いてきたらいいのこれマジで。2000は強い。ガチでこれ何引いてきたらええの、マジできついな。どうしよっかな、これどうしよっかな。まだ気づかないのか俺の真の狙いを。同じことしてやろうかな俺。俺はテーだからハンマーシュートを発動するぜ。雑に除去してやるぜ。そしてカードを1枚セットしてバトルフェイズに入るぜ。俺はディスティニードローケアもできるぜ。ディスティニードローができないぜ。よしよしよし、海空のモンスター効果発動、ブレイドライトはゲームから除外させてもらうぜ。俺のブレイドライト対終了するぜ。よし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 、バカだ。ナチュラルディスティニードロおじけづいたのか。やばいぜ。焦るなよ。ゲーム始まったばかりだぜ。あの差はあんのかこれ。
いや、まあ、あんまないっすね。言うてドローンの桜井っすね、そっちの。ライフも同じくらい。俺の遊びの相手になってもらう。嫌だぜ。なんだ。ならずも。ああ。雑除けやめろ。雑除けやめろ。チャレンジするぜ。雑除けマジやめろ。俺のターン。ドロー。カードを1枚セットするしかないようだな。そのカードはブラ、これ抹殺の人とかなんじゃないか、それやばそうだ。気配がプンプンするぜ。ゲロイカの匂いがプンプンするぜ。焦るなよ。まずいぜ。この勝ち目がないぜ。何マルコ選手ブレイカーを召喚。あアドバンテージブレイカーの効果発動。ババの後ろのカード1枚。俺のリアクティブアーマーが俺はカード1枚伏せる。そしてバトル。お前は一体なんだ。俺のカードはセイントマジシャン。そしてセイントマジシャンのモンスター効果発動。墓地の魔法カードを回収させてもらうぜ。絶対がおしゃれするぞ。燃えてくるぜ。やばいぜ。行くぜ。俺のターン、ドロー。クソキモいカード、微妙すぎる。打つしかねえ。ハンマーシュート発動。雑に除去されていくぜ。カードを1枚セット。ターン終了するぜ。モンスターいくら。モンスターいくら。モンスターをいくら。頼む、魔法トラップだ。魔法トラップ来い。遊戯、どうした、もう終わりなのか。俺に攻撃をしてこい。よし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 。俺のターン、ドロー。やばいぜ。まずは撲滅の使徒を発動。やばいぜ。今伏せたカードは除外させてもらうぜ。よし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 、いいだろう。それはやばい。これで逆算すると相手の伏せカードが読めるぜ。見られてる、そうだ。なんだあのカードは。もう魔法カードか。なんだ、ハンマーシートか。何があるんだ相手の手札には。魔法トラップカード。いやでも大したことはないカードだ、おそらく。相手の手札読むしかないなこれ。相手のカードは大したことないカードと見た。やばい、これ俺負ける。あれ、なんか俺の手札が一枚分かってしまったようだな。あいつの手札、おそらくプレミアム加工されてる。やばいぜ。あいつの手札プレミアム。反転召喚、ホワイトシーフ。何も反応がないぜ。そしてホワイトシーフ一体をリリースし。現れろ、ハゲ召喚。ジェイソン・ステイサムを召喚。バトルフェイズ、ジェイソン・ステイサムの攻撃。まだ慌てるな。神ゲー起きたー。